待ってくれ、シグマ。一つ、思いついたことがあるんだ。さっきモニターを確認したとき、私たちはリアルタイムの映像ばかりに気を取られていた。天明寺、四つ葉、九億。それからディオとケイの行方を探し求めていたからだ。だが、監視カメラの使い道はそれだけじゃない。通常の場合、現在の映像を見るだけではなく、ああ、わからないが、試してみる価値はあるだろう。私に任せておけ。このコンソールのインターフェースは、人間が操るようにデザインされている。そして人間が操るようにデザインされたものは、大抵の場合、触ってる間に使い方が分かってくるようになるものだ。洗濯機も洗濯機も、洗濯バサミも基本的には変わらない。何をどうすればどうなるのかは、いじってる間に。ほらな。褒めるなよ。お前の方が立場が上みたいじゃないか。うん、ログを調べてみよう。くそ、参ったな。私たちが来る前に全ての映像で、おそらくそうだろう。実行者はアドミニストレーター。それだけじゃないぞ。三つの殺人事件の真犯人も、キャビンの二号室の監視カメラは、アリスとルナが殺害され、A 階の倉庫の同じく、それは、さらに付け加えるなら、ゼロボスの正体までが、私たちを AB ルームの中へと運び込んだ時の様子が。開いてみるか。タイトルは、緑の扉の先にずらりとロボットの立ち並んだ部屋があった。来たぞ。そのようだな。どうした？どういうことだ？お前の話によると、そのゴーレムとやらは頭から煙を。今やってるところだ。よし。
了解。これは。なるほど。これはゴーレムがメインコンピューターから引っ張ってきた映像。元データの方は消されてしまったが、ゴーレムのアクセス記録としては残ってたわけだ。するとこのデータを遡っていけば、やったな、お手柄だぞシグマ。どうやら二人は無事のようだな。大丈夫か？本当に？それはよかった。廃人のようになってしまったから、一時はどう？五七五。それは俳句の方の廃人な。その調子だと問題なさそうだな。だといいんだが、妙な病気にかかってるとかじゃないよな。とにかく顔色の方も良くなってるし。分かったよ、信じてやろう。ところでシグマ、お前が休んできてくれ。キャビンの2号室。アリスとルナが死体となって発見、ゴーレムのアクセス記録の中から掘り、じきにわかる。解読できるのか？だよな。この施設のメインコンピューターは独自の時間、ファイルネームもそれを基準にして付けられて、そんなわけで、こいつを見つけ出すだけでも一苦労でな。うむ。一時停止して、拡大してみよう。そうだ。
ああ、間違いない。この後Kは部屋を出て行き、およそ2分後に。ああ。Kの証言を信じ、実際に蘇生処置を行っていたのかどうか。探し回ったが見つからなかった。映像はこの位置から捉えたものしか残っていない。いずれにせよ、ここで大事なことは、そうだ、心の準備はできたか。よし、では続けるぞ。この映像データの先頭に戻り、そこから時系列に沿って見、分かりやすいようにこのスタート地点を便宜的な仮の時間としてな。で、これがその0時0分の映像だ。うん、ここからおよそ1分間は無人の映像が続く。これだよ。そうだ、通常の速度で再生しながらこの砂時計で時間を測った。だから0時0分を基準にして、その何分後に何が。ああ、0時1分の映像になる。ちなみにこの時私とシグマは B 階の倉庫でディオと話していた。後で逆算すればわかるだろう。そうだな。聞いてみるか。わからん。波形データが別の何かに変換されているようだが。さてと、それじゃあ早送りするぞ。この後しばらくは、特にこれといった変化もないまま、事態が急変するのは、二人が入室、ここだ。ああ、見つかったのはこれだけだ。だがこの時何が起こったのかは、後の映像を見ればある程度推測。そうだな、二人がフレームアウトしてからおよそ1分40秒後、0時11分40秒のまあ待て、推理をするのは最後まで見てからに。0時12分、つい。正確なことは、だが何か我々に知られたくないことをしていたのは、白の扉の前でシグマがクオーク。知らねえよ、んなもん。俺はあれからずっとここにいた。そうだ、嘘をつくからには理由があるはず。何かやましいことでもあったのだろう。多分そうだと。もしかしたら物音を聞き、水色の扉が開く音だ。ディオが退出してから10秒後、仮の時間では0。さて、 K が来、 K の証言が正しいとするなら、あいつはこの時からルナに対し、実際にこれから16分間は何の変化もないままというわけで、はい。よし、この辺だな。通常の再生速度、間もなく見覚えのある映像が画面。そうだ、白の第一扉が開くまでの仮の時間で言うと0時29分の、そしてこの1分後0時30分に。見てもらいたかった映像は以上だ。最初に言った判明したことというのも、この中に具体的に言うと。
断言はできない。今の映像だけでは証拠として、だが可能性の高い人物誰だと思う？どうしてそう思う？四つ葉が部屋を出た時にはルナはまだ生きていたかもしれない。すると次にやってきたディオ、またはケイが殺したという可能性だって否定できないだろう。その要素とは、バカなこと言ってんじゃね。その結果ここにいる4人も全員我々がルナのバングルを所持していることを知っていた。すなわちルナの死についてもそういうことだな。リオがキャビンの2号室に入ったとき、なるほど、私の考えとほぼ同じだ。四つ葉には動機もあるしな。ああ、アリスは AB ルームが移動されていたことから、そのことに気づいた四つ葉はルナが口封じのためにアリスを殺害したのではないか。そこで四つ葉は真相を問いただすべく、アリスの遺体を前にすればルナもそう考えたのかもしれない。ところがルナは犯行を認めようとはしなかった。そして9分間にわたる追及の、そのきっかけが何だ。ルナが四つ葉の逆鱗に触れるようなことを言ってしまう、あるいは四つ葉の必要な追及に負けて、とにかくその時に何かがあって四つ葉最初の CD、 あの時四つ葉はアリスやケイと共に医務室なら、それがあったとしと、今まで言ってきたのは確証があるわけではないから、ああ、四つ葉、天明寺、老婆とアリスが殺された時の映像も見当たる。もちろん。四つ葉。だといいんだがな。
ああ、とりあえずこの A 階から探してみよう。キャビンから順番にエレベーターの方へと向かう形で。いいな。シグマ、お前は1号室、私は3号室とよ。ダメだ、3号室と4号室には誰もいない。そっちは？おい、どうしたんだよ。しっかりしてくれ。今私たちがやらなければ。そうだ、気持ちはわかるが、塞ぎ込んでいても仕方がない。行こう。モニタールームで見たリアルタイムの異物の映像に二人の姿は映ってなかった。そのようだ。ああ、一方のリングは四つ葉の左手首を拘束し、もうそれら二つのリングをつなぐ鎖はシンクの下のパイプの裏。見ろ、二人の手首に赤手錠を外そうともがいた跡だ。多分
服に付着している血液も、出どころはこの他に目立った外傷はないしな。とはいえこれが致命傷とは思え、死因はおそらく ああ、二人の左手首には注射痕がある。多分ハイメトリンを投与されて亡くなったのさあどうだろう。そもそもクオークがいなければ二人は白の扉の先へは進めなかったはずだし、時間切れを狙った恋の殺人だとするなら、あえて二人を拘束言ったそばからすまないが、これだ。BP も9になっているから。心臓が止まれば。待て。落ち着けシグマ。アングルが外れているからといってクォークが死んでいるとは限らんだろうが、これは絶望の底に刺した一筋の光明だと。そうだ、もしもクォークがバングルをはめたままだったら、あいつは今頃天明寺や四つ葉と同じ運命をたどっていたはずだが、クォークのバングルここにあるということはハイメトリンの魔の手を逃れた可能性も。じゃあ外に出たのかもしれん。どうしてそんな風に悲観的に考える。実際にクォークが死んでいるところを見たわけじゃない。前向きに考えるんだシグマ。現実とは我々が思い描いて。いい加減にしろ。クォークは絶対に生きてる。絶対に、絶対に、そう強く信じるんだ。あんな罪のない子供が殺されて。二人の体を調べ、まずは天明寺からな。手がかりを見つけ、犯人を突き止めるためのクォークのバングルが見つかったことによって、もしも犯人がそれを見ていたとするなら、そうだ、多分な。妙だな、何も見つからないんだよ。何も見つからないことが。覚えてるだろう。天明寺は娯楽室で、その時に使ったスプレーのボトル。確か。ああ。わからん。とにかく、よく考えるのはそれからだ。なあ、四つ葉の大腿部、何か書いてあるように見えないか。申し訳ないが、少しばかり。016と読めるな。待ってくれ。何か思い出しそうな気がする。016016、確かにどこかで聞いたはずなのだが、ダメだ、思い出せない。いずれにせよ
この数字が犯人を示す何か。多分四つ葉はマンドレイン、例の麻酔薬が打たれてからこの朦朧とした意識の中、最後の時を覚悟してせめて残されたものに犯人が誰なのかを伝えようとしたのだと思う。いや、クォークも、もちろんクォークが犯人だと言っている。何者かが天明寺のポケットから例のスプレーを取り、逆に聞こう、その人物がそれを調べるにはどうすればいいだけ。だから。ということは、
だから何度も言わせるな。クォークもいると言ってるだろうが。ありえない。もう一度二人の死体をよく見るんだ。 K の背中には斧が食い込み、ディオの腹部には槍が突き刺さっている。あの非力な子供にこんな真似ができると思うか。何を私が一体いつ。私はずっと通り、とりあえずディオの方から知ら。あ、二つもな。まずはこれから見てもらおう。あ、わからん。聞いたこともない名前だ。それよりも絵の部分を見てくれ。見覚えがあるだろう。そうだ、刃渡りはざっと見たところ、付け根の部分の峰から刃までの長さは3センチ、総道長150ミリ、総高長30ミリ。うん、総道長とは傷の深さのこと、総高長とは表皮に刻まれた傷の長さのこと、鈍川総短幅とは同じく表皮に刻まれた傷のうち先端、要するにそうだ。まあ正確に計測したわけではないから断言はできないけど、アリスの胸から抜き取ったからだろう。もしもそうだとすると、例のやましいこと。そうだな。とにかくこの件に、その前にもう一つの物体について。さっき言っただろう、ディオの服から見つかったもの、一つはさっきのナイフで、これだ。あの時の、じゃあこれは本来アリスがそれをディオが持っていたと。するとディオはナイフを抜き取った時に合わせてこの。やれやれ、この形状を見て気づかないとはな。来い、百聞は一見にしかずだ。見せてやる。これ覚えてるよ。うん、
試してみよう。ダメだ、開かない。もしかしたらボディースーツのロックを解除するには電力が必要なのかもしれん。だが背中に食い込んだ斧のせいでだと思う。いずれにせよ、プラグは差し、 A のボディースーツを脱去するためのものであったこと。さあどうだろう。ああ、素手じゃとても引き剥がせそうもないしな、このマスク。そういえば、Kのボディ調べてみよう。何か正体を突き止めるための手がかりが見つかるかもし。見てくれ。ルミノール試薬が入った。そうだ。まだわからん。 K がこのスプレーを手に入れたのは、私たちと同じように白の扉の先にある部屋を抜け、その後とにかく調べてみたい。シグマ、ああ、もしも K が亡くなる前にこのスプレーを使っていたとしたら。大丈夫、試薬を吹きかけていなければ反応が現れることはな、当たり前だろ。さあ、頼む。ありがとう。うん、思った通りだ。見ろ、ディオの左手首。そうだ、血液の痕跡があったから。これまでに大量の出血が見られた人物は5人。ローバ、アリス、天明寺と、それからここ。とはいえ、ディオか K の血液であるというのは考えにくい。バングルについた血は、綺麗さっぱりと拭われているからな。槍や斧が突き刺さってから、バングルを拭い、その後でルミノールスプレーを吹きかけた。なんていうのは。そうなるな。バングルの裏側を見せてくれ。いいから頼む。だとすると、ディオのバングルに付着した血は老婆かアリス、どちらかはわからない。だがいずれにせよ、天明寺はそのバングルをはめている人物がゼロ。もうよい、わかった。お前さんたちがゼロボスではないということ。バングルからルミノール反応が検出されなかった。そうじゃ、わからん。ただ一つ言えるのは、ディオならば他K かもしれん。最後の力を振り絞って。え、何もかも終わり。この忌まわしいゲームは。アンビデックスゲートが開放されました。アンビデックスゲーム投票の締め切りまで。クォーク、とにかく A 階の倉庫に戻ろう。急げシグマ。
どうして逃げる必要がある？おそらく私たちが娯楽室に行く前に、リオとケイのあの二人が白の扉の先に進むモニタールームの映像で確認しているから、従って彼らも私たちと同じ。そうだ、バカな、絶対にありえん。カードキーを手に入れるのはリオとケイの二人が。当てはあるのか？うん、それじゃあ念のため来てくれ。そうだ、気になるだろう。ああ、多分。は？だから赤飯なのか？まだ中に何があるのかわからないから。だったら話は早い、一気に決着をつけてさっさとここを出よう。だからいちいち。いないな。ああ、ディオとケイが立ち上げたのかも。ライオンがかじってるな。おそらくセキュリティロックがかけられてるんだろう。わかった、やってみよう。やっぱりな。ひとまずこのコンピューターのことは諦め、パスワードがわからない限り、それよりも何か別、何しろここは所長室なんだから。ひっくり返ってさ。
投票の締め切りまで。私はアリスさんだって。だって対戦相手には私はシグマさんを。投票の9、8、7、6、5、4、3、2、1。アンビデックスゲーム結果はお疲れアンビデックス。アンビデックスゲーム一同画面結果は以上各自シグマさん約束したじゃないですか。それなのになんで黙ってるんですか。言い訳ぐらいしてくださいよ。みんなを守るためだったとかうっかり手が滑っただけだとか何でもいいんです。いや、すいた嘘のような言い訳で。そうじゃないと私もうそうですか。わかりました。シグマさんは少しでも PP を切シグマさん失礼します。ちょっとどこ行くのよ。決まっておろうが、クォークを探しに行く。待ちなさいよ。天明寺さん、クォーク君を探しに行くんですよね。おう、そうじゃが。私もお手伝いします。断る。え？と言いたいところじゃが、今は何よりも人手が手を貸してくれるか。もちろんです。さあ、行きましょう。シグマさんとルナさんが話している間に、ね、ゲームの結果だけは確認したようですが、そうですね。しかしファイさんがそんな愚かな行為をするはずですから、私は迷わず協力を選んだ。約束しましたから、ファイさんと。もちろん思わなかった。だが私には今日あとは K を信じるしか。そうだ、大事なことだろう。人を信じるっていうのは。さあ、私たちもクォークを探し。そうですね。では別れて捜索する。
からなかったらここにはおらんわい。そんなものをお前さんに教えてやる。お前さんはルナとの約束、そういう男は気に食わんのじゃ。心配などしていなかったくせによく言うわ。眠ってるだけじゃよ。何者かに麻酔薬のようなものを打たれたらしい。知らん。今となっては興味もない。グオークはこうして無事、あとはこの施設から脱出すれば万事解決する。そうじゃ。結果発表を見なかったのか。グオークの現在の美、そういうことじゃ。ああ、じゃがこの通りクオークは意識を失っておる。もしかして君たち、なんだ、だったら自分の BP が8以下だったとしても9以上の誰かが扉を開い、でもそれはできない。なぜなら知っておるわ、そんなこと。じゃがわしはクオーク、それだけで構わんのじゃ。すまんな、し、まだ扉は開ききってはおらんが。じゃから知っておるといい。じゃがわしはどうしてもこいつの、眠ってるこいつをゲートの向こうへと放り込んで、はいさような。それもできん。この施設の中にはスクオークをこんな危険な場所に留めておくわけには。ではな。Q の扉をこれにてお疲れ様でした。なお、ゲームの終了に伴い、どうぞごゆっくり残りの余生。